ブローディアは、かつて、ブローディアエア族に属していた植物の総称。園芸植物として人気があり、初夏に紫から白系統の花を咲かせる。現在では、ブローディアエア族は、複数の族に再編され、ブローディアと呼ばれる植物の多くはすでにこの族にない。しかし史上では分類の再編後も一般にブローディアの、名で流通している。ブローディアの名は総称であるが、特に、 トリテレアブリッジェシーを指して使われることも多い。ブローディアは南北アメリカ大陸を原産とし、ユリカに属する球根性の多年性植物である。果敢の形状はユリカた花冠であり、花弁の開き方により釣り金型からロート型。6枚の花びらが放射奏章に配される。花弁は白から紫色であるが、一部に黄色などの変種。 園芸品種を含む、ブローディアと呼ばれる植物群が抱える分類学的な問題はすでに1930年代には指摘されていた。その後、ブローディアに関する分類学的、生態学的な研究が数多くなされたが、それはブローディアがアメリカ大陸に広く分布しており、カリフォルニアをはじめとする多くの土地の植物症を把握する上で重要な植物であったからである。 今日のブローディアには、現在のブローディアや属のほか、かつてブローディアや属として分類されていた花にイラ属、リケロステンマ属トリテレイア属などが含まれる。花器としてのブローディアの大部分を占めるのはトリテレイア属の植物である。しかし系統的にはブローディアや属とリケロステンマ属が近く、トリテレイア属はやや離れた系統的位置を占める。 また、ブローディアイア族とディケロステンマ族は、染色体の本数やいくつかの外見的特徴に基づき区分されたものであるが、そのような形態形質に基づく分類と分子系統解析の結果とは必ずしも一致しない。また、前述の通り、これらの族は APG 植物分類体系では、テミスカ、イタスなどによる他の体系ではユリカに属している。このように、故障と、 内部分類の整合性のみならず、ブローディアは上位分類にも混乱が見られる。アプジャイではテミスカは認められず、キジカクシカブローディアカブロディーディに編入された。ブローディアと呼ばれる植物について、現在の属別の学名と一般的な故障を示す。ありがとうございます。